ウォリントンはアメリカ海軍の駆逐艦。ポールディング級駆逐艦の一隻、艦名はルイス・ウォリントンにちなむ。ウォリントンは1909年6月21日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港した。1910年6月18日にリチャード・ハットン夫人によって命名浸水し、1911年3月20日に 艦長はオルター・エム・ハント大尉の指揮下収益する。フィラデルフィア海軍交渉での偽装が完了すると、ウォリントンは8月5日に、ロードアイランド州、ニューポートの水雷補給基地に移動し、大西洋水雷艦隊との訓練に向けての魚雷を積み込んだ。秋から初頭にかけて、ウォリントンは、戦闘訓練及び水雷発射訓練を、水雷艦隊の駆逐艦、潜水艦と共に行った。 また、大西洋艦隊の戦艦や巡洋艦とともにより、広い海域での戦闘訓練を行った。これらの訓練で、ウォリントンは、北はマサチューセッツ州ケープコッド、南はキューバまでの海域で活動した。1911年12月27日、ウォリントンは、第8及び第9駆逐艦隊の艦艇とともに、サウスカロライナ州チャールストンを出港し、 ハンプトンローズに向かった。12時40分に2つの駆逐艦隊はバージニア岬近辺に到達した。突然未確認のスクーナーがノームと闇の中から現れ、ウォリントンの後部に衝突、完備部分のおよそ30フィートが切断された。この事故で、ウォリントンはすべての水力を失い、ハッテラス岬から17海里の海域に停泊を余儀なくされた。 スタレットが最初にウォリントンの救難無線に応答したが、間もなく、ウォークとパーキンスが救助に到着した。三隻は夜明けまで苦闘し、ウォリントンに敬意要策を結びつけようとしたが、結局13時に密輸艦指定のコノンダガが到着するまで敬意は行われなかった。コノンダガは、ウォリントンの敬意に成功し、ノーフォーク海軍交渉に向かった。 ウォリントンは予備役となり、1912年12月2日まで修理が行われた。現役に復帰するとウォリントンは大西洋艦隊に配属され、水雷艦隊との任務を再開した。その後大西洋水雷召艦隊に配属、4年以上の間、東海岸沿いで活動し、様々な砲撃訓練及び水雷訓練を水雷召艦隊と共に行い、同様に、 艦隊訓練及び戦闘訓練を大西洋艦隊と共に行った。この活動の間、ウォリントンはニューポートを拠点として活動し、その後マサチューセッツ州ボストンを拠点とした。1917年4月6日にアメリカ合衆国は第一次世界大戦に参戦し、ウォリントンはニューポート沖でのパトロールを開始、ドイツの潜水艦から母校を防衛した。 6週間の偵察任務及び海外派遣の準備の後、ウォリントンは5月21日にボストンを出港、ヨーロッパに向かった。途中ニューファンドランドに停泊し、6月1日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。クイーンズタウンを拠点として、アイリッシュ海でイギリスの港への入り口をパトロールし、大西洋を横断して、 イギリスに向かう輸送船団の最終工程を護衛する任務を6ヶ月間行った。クイーンズタウン沖での任務は1917年11月後半まで続けられ、その後はフランスでの活動を命じられた。11月29日、新たな拠点のブレストに到着、パトロール及び護衛の厳しいスケジュールが再開された。記録では、ウォリントンは、 U ボートと一度の遭遇があったことが示される。1918年5月31日の朝、フランス沿岸で、戦乱声の途中に、プレジデントリンカーンからの救難が無線を受信した。プレジデントリンカーンはその日の朝早くに、U、U-90 による雷撃を受けていた。ウォリントンは、両艦と共に、直ちに救援に駆けつけた。その日の夜遅くまでに、 沈没地点に到達することはできなかったが、23時を回った頃に443名の生存者の救助に成功した。スミスは688名の生存者を救助した。唯一の例外が、エドワード・アイザクス隊であった。アイザクスは U-90 によって救助されたが、6月1日に、ウォリントンとスミスは、ブレストへの帰還途中に U-90 に対して、 爆雷攻撃を行った。爆雷は、潜水艦に激しい衝撃を与えたものの、攻撃が成功した証拠は得られなかった。アイザクス・タイは、その後ドイツの捕虜収容所から脱走した。未隻の駆逐艦は生存者の輸送を優先し、潜水艦への攻撃は取りやめられた。ウォリントンとスミスは翌日ブレストに入港、生存者を上陸させると、パトロールと、 戦団護衛の任務を再開した。ウォーリントンは終戦までブレストを拠点として活動したが、7月のドイツ海軍の攻勢が失敗に終わると脅威は縮小した。10月後半にドイツは無制限潜水艦船を中止し、11月初めには休戦協定が成立した。休戦が成立したものの、 ウォリントンは1919 19年の春までヨーロッパ海域での活動を続けた。3月22日に苦戦艇とタグボート船団を護衛してブレストを出港した。アゾレス諸島で停泊した後、船団はブジバミューダに到着し、ウォリントンはフィラデルフィアに向かった。ウォリントンは5月初めにデラウェア岬に到着し、1920年1月31日に、 収益を解かれるまでリーグ党の海軍交渉に停泊した。その後予備役状態で1935年まで保管される。1935年3月20日にウォリントンは除籍された。ロンドン海軍軍縮会議の決定に従ってウォリントンは1935年6月28日にバージニア州ノーフォークのエムブラックカンパニー社に スクラップとして売却された。ありがとうございます。